はい、今日はトイプードルの女の子がやってきました。やってきた理由はなんとブドウの誤食。ブドウを食べるとワンちゃんは腎臓が悪くなると言われています。食べてからまだ時間も浅かったので、この子は吐かせることにしました。吐かせる薬を入れるために静脈に留置を取りました。そこから吐かせる薬を入れていきます。10匹に9匹ぐらいは普通に吐いてくれますんでね。はい、なんか抱っこされたがってます。吐いたらたくさん抱っこしてあげるからね。はい、そんな数分後に無事に吐いてくれました。完全に丸飲みしてますね。最後に点滴をして今日は終わりになります。点滴が一番嫌がってました。うまく吐いてくれたので最後にわしゃわしゃタイムです。もう食べるんじゃないよ。